ケントチャンネルへようこそ。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご存知の通り、現地時間10月2日ホワイトハウスからトランプ大統領およびメラニア夫人がコロナウイルスに感染したという発表がありました。一瞬にして世界中を回った情報なんです。私もすぐにそれを察知しました。その前の日に大統領と夫人はコロナの検査を受けたんです。そしてその時は陰性でした。しかしその日にはだるいとか微熱があるとか若干の咳があるからということで確認したところ、やはり感染しているということが判明したわけです。その時にホワイトハウスにお医者さんもいらっしゃるんですけども、その時に酸素を少し使って治療したみたいなんですけども、これは大ごとになったら大変なことですから、やはり入院した方がいいということで、ウォルター・リード・メディカル・センターという、病院、これは、まあ、軍の病院としては最も優れたものだというふうにされてますけども、そこに移送されました。その病院の中にはこういう時に備えて大統領のためのどうもね、ワンフロアがその大統領の執務室の、あるいは、それから治療室 ICU もあるらしいですよ。あれ全部大統領専用のものが用意されてるわけです。かつて使われたことがあるのは1回だけで、それアイゼンハワー大統領の時です。そこにまあ移送したわけですね。それで、出かける前に、ホワイトハウスを出る前に、トランプ大統領はこういうツイートを出しました。メラニアと私は今夜コロナ検査で陽性となった。直ちに隔離手続きと回復処置に入る。我々は今回のことを共に乗り越えていく。というツイートを出してます。で、その後、ホワイトハウスを出て、これがその写真なんですけども、いつも記者団が待ってるけれども、その時には記者団にこういうことを、こういうサインをしただけであって、質問を受け付けずに、マリン・マンという大統領専用のヘリコプターに乗って病院に運ばれました。こういうことになってですね、まあいろんな人がいろんな反応をしましたね。トランプを嫌ってる人たちは本当にひどい投稿をしてます。ツイッターには、もうこのまま死んでほしいとか、死ねばとかいうのが出たんですけれども、これはツイッターがさすがにこれをブロックしました。民主党の政治家はですね、バイデンさんもナンシー・ペロシさんも両方ともご夫妻のために祈ってます。早い回復を祈りますということを、そういうメッセージを出したわけです。世界中のリーダーからもメッセージがありました。ボリス・ジョンソン英国の首相、それからブラジルの大統領、その2人はやはり COVID になったことがあるんですね。ちなみにカナダのトルドーの、首相の奥さんもやはり COVID に感染したことがあります。それからすごい面白いなと思ったのは、プーチン、ロシアのプーチンさん、それから中国の習近平さん、そして実は北朝鮮の金正恩さんからも励ましの手紙、メッセージが、届きました。意外でした。その代わりニューヨークタイムズはもうトランプを引き下ろすのが仕事だと思ってるもんだから、非常に厳しい記事を書きまして、ホラーだからマスクをしないからそういうことになるんじゃないかと。それでもうこれ COVID に感染したんだから、もう投票用紙から名前を消した方がいいんじゃないのとか、もう
でもね、早い投票がすでに始まってるわけだから、100万人以上の人たちがすでに投票してるわけだから、これはもう無理ですよね。こういう、何ですか、情けないような、そういうコメントがたくさんありました。その代わりですね、トランプを支持してる人たちからは、本当に心が温まるようなメッセージがたくさんありました。まあ入院して、治療として何を飲んでるかというと、まずですね、抗体医薬品、新しいやつがあるんですよ。これはまだ承認されてないんですけども、承認の手続きは 1段階、2段階、3段階ってあるんです。今3段階の終わりの頃なんで、これ実験的ではありますけれども、まあこれを飲んでいただきました。それから、それはですね、ウイルスが増えることを抑制するらしいですね。それから、レムデシビルという、これは承認されてるんですけども、新しい治療薬ですよね。これも飲みました、飲んだそうです。これは抗ウイルス薬だというふうに言われています。それから、こういう時に血栓になったら困るからということで、アスプリンを飲んで血液をサラサラにして、それから胃腸薬も飲んでます。普通の胃腸薬らしいですね。それからビタミン D を大量に取っている。皆さんが多分ご存知だと思うんですけど、ビタミン D をたくさん取ると、これはすごくコロナウイルスに効果的だそうですよ。それから亜鉛ですね。亜鉛もそうです。で、病院に行ってからは、酸素を注入したかどうかっていうのは、これもまたわかりませんが、今は、酸素の治療は受けてないそうです。そして、一夜明けて医師からの説明がありましたけれども、熱はなくなりました。それから体中酸素濃度がもう、十分 98% とかそういうことをおっしゃったわけであって、まあいい方向に動いてると思うんですけども、大統領からのツイートはありました。ウォルター・リードメディカルセンターの医師、看護師、他のみんな、別の施設から応援に来てくれた諸君には全く感服する。この病気との戦いで、ここ半年の進歩は実に大きかった。彼らのおかげで、今随分調子がいい。というふうに発信してるわけです。で、その後、ついさっき、十数時間前に、そういう、ビデオがツイートで、出てきました。では、ここでいくつか問題が出てきます。まず、これは大統領選挙にどういう影響を与えるか。これはですね、わからないんです。正直言ってわからないんですけども、ただですね、こういう時に、困難の時には、同情票って言わないんですけども、やっぱりね、大統領の下で、団結しようという、そういう気持ちが出てくるわけですよね。ですから私が思うには、アメリカで随分分断してるんで、その、いろんなグループ同士でワーワーやってるんですけども、こういう時に、我に戻って、やっぱり落ち着きましょうという、そういうふうに考えてる方が多いです。これが普通のパターンです。ですから今回もそうだと思うんで、です。その後、どっかの調査で、聞いたんです。今度の大統領選挙、トランプさんが当選すると思うかという質問に対して 60% の人たちは彼が当選すると言ったそうです。ですから、その現象が起きていると思うんで、私は産経新聞に、じゃあ、我に戻る状態ではないですか？我に戻った状態ではないですか？というふうに、私は言ったんで、多分、夕刊フジの一面に載ったかと思います。もう一つ問題になったのは、まあ、この、しばらくは入院するわけですよね。そうすると、今週は、副大統領の、ディベートがあるんですけども、その次の週には大統領と、バイデンさんとのディベートがまたあるんですよ。で、それがその時までにできるのかどうか。14日の隔離期間っていうのはどうもね、10日で終わるようですね。ですから、
まあ、ギリギリ間に合うことは間に合うんですけども、それだけの体力があるのかどうか、これをボツにするのか伸ばすのかどうするのかって、これは全部決まってないんですね。バイデン大統領、バイデン副大統領はトランプバッシングの宣伝はとりあえず止めてます。これあんまりにも情がないので、それは一時的にですけれども、それを止めています。でも両陣営はそれ以外の選挙活動はガンガンやってます。これはまあ民主党が気がつくのは遅かったですね。トランプの、あのキャンペーンの皆さんはですね、もうずいぶん前から個別訪問してるんですよ。もう100万人単位の人たちを訪問して、支持を求めてるんですけども、ようやく民主党は気がついたんですね。バイデンさんは地下室に休んでるだけでは、このその民主党がちゃんと、民主党の、支持者がですね、ちゃんと選挙に来ないじゃないかと、それで危機感を思って今更ですけど、そういう活動を始めたみたいですね。かなり、両陣営が積極的なんですけれども、もう一つ問題があるのは、大統領の側近であるホープ・ヒックスさん、彼女は感染しました。それからケリー・アン・コンウェイ、それすごい、あの大統領の補佐官なんですけど、まあ、あの今年中で辞めると言ってますけれども、この方も感染しました。それからディベートの準備を手伝ってくれたクリス・クリスティっていう、これはニュージャージー州の知事なんですけども、彼も感染してます。しかも入院してます。彼はかなりオーバーウェイト、かなりもうかなりの、肥満ですんで、これ、大丈夫かな。でしかも彼はね、喘息もあるんで、これ大丈夫かどうか分かりません。もっと困ったことに、今度はエイミー・コーニー・バレットのを最高裁の判事として承認する手続きに入ってきてるんですけど、その時にそれを承認する上院議員、共和党の上院議員が3人感染してしまったんですね。そのうちの一人は私のユタ州から出ているマイク・リーという人なんですが、まあ重症ではないようなんで、それ承認の投票するまでには、その議決を決める前には、まあ戻ってきてると思うんですし、あるいはズームでやるというわけにはいかないかもしれないけど、2階の席で、何ですか、こう何ですか、そのウイルスが飛べないような施設を作って、その同じ部屋にいるから出席してるということにする、いろんなことを考えてるらしいですよ。しかしこれは、予定通り行われると思います。それからもっと面白いことに、このエイミー・コーニー・バレット、今度の判事に示した彼女は夏にCOVIDになったそうですよ。もう治ってますけれどね。そういうこともありました。まあアメリカの国民はCOVIDについて深く考えることになりましたね。さて、もしトランプさんが本当に治らないで重症になって、最悪の場合亡くなってしまった時に大統領はどうなるかということを調べてみました。それをお伝えします。在任中亡くなった大統領は実は8人います。そのうち、8人は暗殺で、8人も病気です。1841年にハリソン大統領は肺炎で死にました。それから1850年、テイラー大統領は、胃腸炎、まあ、安倍首相が、安倍前首相が患っている同じ病気ですね。それからリンカン大統領は1865年には、暗殺されてます。その後1881年にガーフィールド大統領は暗殺されてます。で、マッキンリー、大統領は1900年なんですけれども、彼も暗殺されてます。ハーディング大統領は1925年に心臓発作、心臓麻痺ですね、これで亡くなりました。それからルーズベルト大統領は1945年に脳内出血で亡くなりました。
最後にケネディ大統領は1964年に暗殺されました。まあ、在任中に亡くなったのはここまでだったんですけれども、当然大統領が亡くなると、副大統領が大統領になると思うでしょう。いや、憲法にはそう書いてなかったです。大統領になるのか、大統領代行になるのか、これがはっきりしなかったのでですね、新しい法律を作りました。法律というよりは憲法改正をしたんですね。それが1967年2月23日に成立した憲法修正第25条です。これがですね、第1条から第4条まであるんですけれども、まあこれができて早速1973年に、ニクソンの副大統領アグネニューっていうのはいたんですけども、この人が、まあいろいろ、まあ腐敗してたんですよ。それで辞任に追い込まれて辞任したわけですね。そうすると副大統領はいなくなったわけですよ。で、今まではですね、副大統領が大統領になっても副大統領は補充しないんですよ。しなかったけれども、この新しい憲法改正では、まあ、アグニューは辞めたもんですから、ニクソンが新しい副大統領として、ジェラルド・フォード、後に大統領になったんですけど、その時に副大統領に指名しました。で、その後、ニクソンが今度はウォーターゲート事件で辞任したんです。そうすると、フォードが大統領になって、で、彼は副大統領として、ネルソン・ロッカフェラーという人を指名しました。そういうふうに、やったことがありますね。これはですね、辞任した場合にです。それから、3回ですね、これは第3条で、あるんですけれども、大統領は公務を遂行できないような状態に陥った場合にですね、本人が、その旨を書いた報告書を出して、大統領に代行してもらうことができるんです。これ3回ありました。2回、ブッシュ大統領2回。それからレーガン大統領1回。それぞれ、実は内視鏡検査です。これは全身麻酔をするわけですから、その間、もし核戦争が始まったら、ボタンを押す人はいないですからね。その間、一時的に副大統領にそれを代行してもらったわけです。まあ、そのようなことがありますので、まあ、大統領が、まあ、死ななくても、機能しなくなるっていうか、公務を遂行することができなくなっても、大丈夫だということになったんです。この憲法改正によってですね。まあ、そういうことで、トランプ大統領が早く回復することを祈っております。この選挙の真っ最中にそういうことが、こういうことが起きるっていうのは大問題です。そして、私たちはですね、非常に不安なんです。ですから、早い回復をお祈りしております。ご清聴ありがとうございます。